にちは、木下敦夫です。4月になりました。新緑のね、美しい季節になってきました。僕はこの3月から4月にかけてのちょうどね、こう季節がこう変化していく、暖かくなっていく時期っていうのが一番1年間の中で好きな時期です。新緑も綺麗ですし、それからあといろんなものが芽吹いていく時期ということで、ちょうどね、新年度になって、新しいことをね、何か始めようと思われている方も多いと思います。波止場の写真学校でも新しいことを結構ね、波止場100期を迎えて、新しいことを始めてみます。フィルムで作品制作をされている方をサポートするようなね、講座を開始すること、それから5月になりましたら、初めてですね、波止場の写真学校初めての写真合宿っていうのを広島県の尾道市でやろうと思っています。新しいことにね、ぜひこの4月チャレンジをしてみてください。それでは今月の波止場チャレンジです。今月の波止場チャレンジはマジックアワーに撮影するということをちょっとチャレンジしてほしいなというふうに思っています。日が長くなってきて、空がね、結構美しい時期になってきました。マジックアワーっていうのは、日没後、そうですね、だいたい15分から30分間ぐらい、日が落ちてからですね、まだ空に明かりを残している時間帯、すごくね、綺麗に空が光っている時間帯、トワイライトが綺麗な時間帯を言います。その時間帯にぜひ、空とか、それからあと公園なんかに行くと遊具が照らし出されているというか、そういうね、マジックアワーという時間帯、光の綺麗な時間帯にぜひ撮影してみてほしいなというふうに思っています。だいたい撮影したい日の、日没時間を調べて、そこからね、ちょうど30分間ぐらい前から撮影したい場所でね、待っているといいと思うんですよね。そうすると徐々にこう日が落ちていって、空の色が変化をしていきますので、だいたい30分間ぐらい前から撮影を始めてみてください。撮影のポイントです。まず一つ目は、撮影日の天候とか、それから空の状態、気象条件によって空の色っていうのは結構変化をしてきます。雲がね、こう多かったりすると雲の表情なんかも良かったり、それから、雲が全くなくて空のね、グラデーションだけの綺麗な日もあります。なので、その空の変化を楽しんでみてください。それからポイントの2つ目です。ポイントの2つ目は、その日の天候によっては、日没後のマジックアワーという時間帯が綺麗だというふうに言われてるんですけれども、天候によってはマジックアワーになるちょっと前、夕暮れ時って言われてる時ですね、日没前の方が、空の色が綺麗な場合もあります。なので、先ほども言ったんですけど、30分間ぐらい前から、準備を始めて、そこからね、こう撮影していった方がいい写真が残るんじゃないかなというふうに思います。そして3つ目です。3つ目はですね、たくさん写真を撮ってみてください。日は刻々と変化をします。で、雲の流れも変化をします。そこには飛行機も飛んでくるかもしれません。その瞬間を待つだけじゃなくって、刻々と変化をしている様子も撮影してみるといいと思います。コンパクトなカメラとか、最近は一眼レフにも入っているんですけれども、タイムラプス撮影とか、それからインターバル撮影というふうに呼ばれている、撮影方法もあります。一定時間でこう記録していくような、自分がシャッター切っていくんじゃなくて、例えば5秒期とか15秒期とかっていう、そういうふうな時間を区切ってカメラが勝手にシャッターを切ってくれる、そういう設定もありますので、そういう設定でね、こう撮ってみるのもいいと思います。タイムラプス撮影っていうのをやって、それをなんかこう一連の静止画なんですけど、動画にしてみるようなソフトも今ありますので、そうすると雲がね、こう流れている様子が、1枚の動画になったりもします。ぜひ、たくさん撮影してみてください。それから4つ目です。ホワイトバランスをね、変えてみてほしいんです。どうしてもこう見た目通りに撮りたいなんて、空の色が綺麗だなっていうのはあるんですけれども、そこから1枚撮ってはもう1枚目ホワイトバランスをぜひ変えてみてほしい。特に使ってほしいのが、僕
は曇りモードとかが結構好きだったりします。曇りモードにねホワイトバランスの設定をこう変えていくと黄色がこう強く出てきますので、そうしていくと空の印象がもう少しこう変わってくるというか空が印象深い色になってきますので、ホワイトバランスのね設定もオートじゃなくてオート以外のものに変えてみる、そうして、空の色に、空の色を楽しんでみるというのもいいと思います。ポイントの5つ目です。ズームレンズを使って、周りの風景、空だけじゃなくってこう周りの風景なんかも一緒にね撮影してみるといいと思います。どうしても空の色が綺麗なので空ばっかりこうパシャパシャ撮ってるっていうのもありますけど、向こうに見える山並みをちょっと入れてみるとか、僕はこの前ね海で撮影したんですけど海の部分のね面積を増やしてみるとか、ズームレンズを使っていろんなところにこう画角を変えてみてですね、フレーミングしていただくといいんではないかと思います。単焦点レンズだとねどうしてもこうフレーミングが固定されてしまう、構図が固定されてしまうということもありますので、ぜひズームレンズをこう使ってみて、望遠レンズのねもう一個の、キットレンズの長いものレンズあんまり使わないぞという方はこの機会にズームレンズ望遠側のズームレンズを1本持っていってですね、そういうので、画角を変えて撮影してもらう、それもいいと思います。それではですね今月のハトバチャレンジ、マジックアワーに撮影する、特にですね空の撮影、ぜひこの綺麗なね、季節に撮影をしてみてください。それではまた今月の授業でお会いしましょう。では。See you.